さあ今日はですね、シグマのカメラの話です。 DP と FP の取り比べをしてみました。シグマってフィルム時代にもカメラを作っていたんですけども、全然話題にも上らなくて、周りでも使ってる人はほとんどいませんでした。いや、さっぱりなかったな。でもデジタル時代になってからは次々と斬新なカメラを発売して、今では孤高の存在となっています。その代表例がこの DP だし、2020年には世界最小最軽量のレンズ交換式ミラーレス機を発売しました。それが FP です。これがですね、同じフルサイズ機の 5D Mark III なんですけども、比べるとですね、大きさの違いがよくわかると思います。この FP の由来はフォルテッシモとピアニッシモ、いろんなアタッチメントをつけて拡張性を持たせて、フォルテッシモのようにも使えるし、カメラ単体でピアニッシモのように使えるという二面性を持つのがこのカメラのコンセプトです。プロモーション動画を見るとわかるんですけども、FP はかなり動画を意識したカメラだと言えます。ところが今回 FP と DP を使い比べてみたら、意外と FP の静止画の性能が良くて驚きました。 FP が発売された時に使ってみたいなと思っていたら、シグマファンの方が今回貸してくださいました。その方はですね、初代 DP から使っているフォビオンマニアの方です。ということでですね、今日は FP2000 用の 45mm をつけたものと DP2 クワトロで撮ったものを比べてみました。さて FP とですね、この DP 何が違うかというと、センサーサイズがフルサイズだとか APS だとかという問題よりもむしろ大きいのはセンサーの構造そのものなんです。 FP がベイヤー式、そしてこの DP がフォビオンなんです。で、このですね、フォビオンセンサーは他のカメラメーカーでは採用してないシグマならではのもので、もうほとんど 99.9% はこの FP が搭載されているベイヤー式になるんです。図で見てもらうと分かるんですけども、フォビオンセンサーは上から青、緑、赤の順番でセンサーが重ねられています。対してベイヤーは平面上に赤、緑、青のフィルターを貼ったセンサーが1対2対1の割合で並んでいるんです。これをベイヤー配列と言います。となるとちょっと変だなと思われるかもしれませんが、例えば赤一色の壁を撮った時に、青のセンサーも緑のフィルターのセンサーも反応はしません。となるとまだら模様になってしまう。で、そこでベイヤー式の場合は赤と赤の間も赤というふうに計算によって色を作るんです。で、この計算がすごくしやすいのがこのベイヤー配列というわけです。このベイヤー配列のメリットはですね、平面的ゆえに計算がしやすくて処理も早いということですね。で、しかも現在は CMOS センサーを使っていますので、省電力でしかも高感度にも強いというメリットがあります。いいことずくめのベイヤー方式ですので、シグマのこのフォビオンを除いた全てのメーカーはベイヤー配列を使っています。ちなみにこのベイヤー配列のベイヤーというのはコダックの研究員の名前です。1976年にベイヤー博士がこの配列を考えたのでベイヤー配列と呼ばれています。これが特許になって現在でも使われているわけです。個人名が配列に残ってるくらい、画期的な発明だったんですね。これがそのいいことつくめのベイヤーに唯一反旗を翻しているのがフォビオンというわけです。もともとはですね、フォビオンというベンチャー企業をシグマが買い取って、それを大事に大事に育て続けているというところですね。フォビオンっていうのは、シグマ。シグマといえばフォビオンとずっと思われてきたんです。シグマは FP を作るまではずっとフォビオンセンサーでカメラを作っていました。ベイヤーが計算で色を出しているのに対して、フォビオンの場合は、
青の波長は青のセンサーがキャッチするし、緑の波長は緑のセンサーがキャッチして、赤の波長は赤のセンサーがキャッチする。非常になんかこう理にかなってるようで、なのでまあ、理系のおじさんが好きなカメラがフォビオンなんです。で、そしてフォビオンがベイヤーと何が違うかというと、まあ、圧倒的な解像感が得られるということです。これはですね、もう使った人じゃないとわからないんですけども、あるポイント、かなりピンポイントなんですけども、このフォビオンスポットと呼ばれるような光の下で撮ると、まあ、これは勝手に僕がつけたんですけども、すごい絵が撮れたりします。で、こんなところまで写ってるっていう感じで、まあ、パソコンで等倍にしてニヤニヤするわけです。ローデータで撮ることを推奨されていますけども、このクワトロシリーズなら JPEG でも大丈夫です。しかしですね、残念ながら問題が山積みなんです。で、まずですね、致命的に感度が出ません。現在のこのベイヤー方式だと、だいたい6400から12800くらいまで感度を上げても平気なんですが、フォビオンの場合はもう明らかに800になるとざらついてきます。せいぜい400止まりで、まあ、推奨は100か200。ですからこうベイヤー方式と比べてフォビオンの場合はだいたい感度にして 5段分くらいのハンデがあります。フォビオンのようなセンサーは各社が研究していたようで、ソニーとオリンパスが共同で、センサーを開発したというニュースも流れていたんですけども、やはり感度が上がらないっていう面がネックになって開発は中断されたようです。それにフォビオンセンサーは画像処理に時間がかかる。で、しかも3層構造ゆえかバッテリーの持ちも非常に悪いです。クワトロの場合はですね、200枚くらい撮れますけども、この前の世代のメリルの場合は72枚というのが定説でした。なんかフィルム2本分ぐらいしか撮れなかったんです。でもね、このフォビオンって1回知ってしまうともう後戻りができないほど、ちょっと個性的で魅力的なカメラなんです。シグマはフォビオンでずっとカメラを作り続けていて、シグマイコールフォビオン、フォビオンイコールシグマだと思っていたら、この FP にはベイヤー配列を採用したので、フォビオン界隈に激震が走りました。まあ、フォビオン界隈ってなんだよって言われそうですけども、フォビオンマニアとしてはこのベイヤー配列というのはちょっと許せないんですね。しかもこの FP は動画に力を入れているのは明白です。実はここ数年シグマというメーカーはシネレンズに力を入れていて、まあそこから考えるとまあ当然の成り行きと言えるんですけどね。さて実際に FP と DP2 クワトロを使って撮影をしてみました。便利だったのはこの両機種、バッテリーが一緒なんです。だからバッテリーを1種類持っていけば両方に使えて便利でした。で、同じように撮っていたら、クワトロの方がバッテリー切れを起こしても、やっぱりベイヤー配列の FP の方はバッテリー残量がまだ半分近く残っていました。まずオートフォーカスですけども、どちらも大したことはないです。 FP の場合はですね、静止画の場合はそこそこ、ストレスなく動くんですけども、動いているものに関してはかなり怪しいものがあります。特に FP 用動画で撮影をしていて、被写体が動いたりするとその追従性はあまり良くないですね。瞳 AF もついているんですけども、むしろそれを外した方が、追従するようです。まあ、この辺の話はですね、他にも YouTube でたくさん動画が載っているようなので参考にしてみてください。ボディのホールディングなんですけども、この近未来的なデザインの、DP の方が意外と撮影がしやすかったですね。FP の場合はここに外付けのグリップをつけているんですけども、これがないとやっぱりツルツル滑って多分使いづらかったと思います。で、世界最小最軽量という大文句なんですけども、やっぱり持ち重みがします。その点こっちの方が軽いですね。実際撮影してみて一番困ったのがこの背面の液晶なんです。この背面の液晶がですね、これですね、これがね、まあ、FP はまあそこそこ我慢できるレベルなんですけども、DP2 クワトロの場合はかなり見えづらいです。
DP シリーズは昔からそうなんですけども、晴れた日だとですね、背面の液晶がほぼ分かりません。まあ、露出も分かんないし、まあ、場合によっちゃ構図も分からないという場合もあります。そこでですね、露出はオートにして使ってしまうわけなんですけども、両機とも、オートでプラスマイナスゼロの設定にするとオーバー気味になってしまうようです。今回はマイナス 0.7 からマイナス1のレベルに設定して、まあ、大体ちょうどいいくらい でだんだん使ってるうちに面倒くさくて、マニュアル設定にして使っていました。色調ですが、まあ、大体同じような、バランスなんですけども、青い空を撮ると結構顕著に、DP2 クワトロの方がシアンっぽくて、 FP の方はマゼンタの方に寄ったような色を出していました。これはですね、後から修正できるかというと意外と難しくて、やっぱりこの地の色っていうのはには決定的な違いがあるようです。でも一般的なものを撮る分には割と両方とも同じような発色の傾向をしていました。これはですね、両方ともカラーモードをスタンダードで撮っています。でこの FP でですね、気に入ったのがカラーモードの選択が結構たくさんあって、中でもですね、シネマとティールオレンジは面白かったです。でシネマはですね、昔のコダックのフィルムのようにちょっと黄色みがかった少しレトロな感じがして、ティールオレンジは全体がちょっと青っぽいんですけども、赤と黄色がこうの発色が結構こう前に出てくるような感じです。ポートレートで使うと面白そうなので、次回試してみたいと思っています。 DP2 にも付けてくれないかなと思って見ていたら、ファームアップでですね、シネマは選択できるようです。でどちらもこのカラーモードを使う場合は JPEG オンリーになります。で JPEG で思い出しましたけども、DP2 のフォビオンの方のですね、ローデータはシグマ専用のソフトじゃないと現像できません。設定で汎用性の高いローにもできるんですけども、フォビオンマニアはそれを許しません。まあ、当然レイヤー配列の場合は通常のフォトショップライトルームに対応したローで展開することができます。今回 FP で使っているこのレンズは、まあ、キットレンズのようなものなんですけども、 45mm の F2.8 です。そんなに値段は高くないんですけども、これね、かなりいいレンズだと思います。値段の割にはこのシグマの 45mm はかなり面白いです。でマウントはですね、シグマ専用というか、パナソニックとライカが採用している L マウントを使っています。まあ、ライカの L マウントっていうとね、昔の人がスクリュー式のものを思い出すんですけども、現在の、ライカのデジタルカメラに対応したレンズの、マウントになっています。パナソニックのフルサイズ機のマウントとも、共有ということになります。シグマ自体がですね、レンズコンバーターというかレンズアダプターを出していますので、それを使えばキャノンのレンズだったり、まあ、ライカのレンズだったりを使うことができます。この DP の場合はレンズは交換できません。ですので焦点距離を変えたければ、これは 45mm の DP2 ですけども、DP3 が、中望遠の 70mm、DP1 が 28mm、DP0 が 20mm のレンズが、20mm のレンズがついていて、カメラを変えて、まあ、画角を変えるということになります。で実際撮ってみた結果、まあ、こっちはね、ベイヤー方式だから、このホビアにはかなわないんだろうなと思ったんですけども、このレンズとの相性のせいなのか、ものすごい解像度が出ました。これはちょっとびっくりです。で詳しくですね、まあ、細かく見ていくと、確かに、このフォビオンの方がハイライトの粘りという言い方をするんですけども、白の中のデータが豊富なのはわかるんですけども、この FP も結構負けてません。でかなりいい感じで出てきます。でカラーモードをね、 JPEG でたくさん使えるというメリットもあるし、意外と FP は面白いカメラだなとだんだん思い始めてきました。今回はですね、大したこう追い込んだ撮影もできなかったんですけども、
まあ、FP の性能が意外と良くて驚きました。最初はですね、まあ、ホビオンの方が圧倒的な画質を持ってるんだろうなと思ったんですけども、この FP のポテンシャルっていうのは静止画でも結構あるような気がします。ただね、このフォビオンっていうのは本当にある一定の条件下でとんでもない爆発的な威力を発揮するんで、そういう面がこの FP にあるかどうかはまだ未知数なんですけども、で動画でもね、実際ちょっと使ってみました。やっぱりそしたらですね、今ここで撮ってのパナソニックの GH4 なんですけども、さすがにセンサーのサイズが GH4 に比べてまあ4倍あるわけですから、その分だけまあ情報量が多いという感じがします。まあ、ただね、そのもし動画専用で言うんであれば、ブラックマジックのような専用機の方がいいのかもしれないし、まあ、AF 性能がですね、やっぱりどうしてもちょっと見劣りがするので、そういうところではソニーのカメラの方に全然分があると思うんですけども、なんとなくね、愛着が湧きそうなカメラです。これからはですね、まあ、ホビオンマニアが生まれたように、もしかしたら FP マニアが生まれるかもしれません。